さあ、今年もド派手に行きましょう。どうも、プロスピアニマ芸人の大野隆之です。よろしくお願いします。大野ちゃんです。よろしくお願いします。新年明けましておめでとうございます。おめでとうだよ。2022、あれです。2022、あれです。開けたね。開けた。ありがとうございます。今年もね、2022年 OHK、プロスピース、頑張っていきたいと思います。まあね、今年の目標なんかも後々言わせていただくんですけども、まずはね、2021から2022、年越しルーム戦、昨日ね、来ていただいた方、本当はありがとうございました。ありがとう。盛り上がったね。いや、クリスマスイブ決戦の時は、確か11勝1敗とか、そんな感じで、まあ勝ち越し勝ち越しだったんですよね、もう全然負けなかった。だけど昨日はね12戦して7勝5敗ってことで、まあやっぱうちの視聴者強いなと、いうね風に思いました。で僕も結構ね、プロスピうまくなったなって思ったんですけど、まだ甘かったね。やっぱり玉突きの人とかってやっぱさ、それなりに数こなしてるし、まあ、玉突きってことはうまいってことだから、まあやっぱり、ね、そういう人たちに勝てるようになるのがね、まず今年の目標かなと。安定して勝てるようになるのが今年の目標かなとは思ったんですね。で、あとね、今年の目標一番は、まあもう今月です。今月にスピちゃんのオンライン予選が始まるんですよね。そうで、もう本当にこれ現実的な目標なんですけど、1000位以内、はい、あの各ブロックあるじゃないですか。北海道、東北、ね、あと関東、近畿とかいろいろあるじゃないですか。どこに参戦するかはまだ決めてないですけど、そこで1000位以内に入って初のリボンをゲットする、これが僕の一つの目標です。まあ、もう今年の最大にして、最大の目標というか、一番の目標はもう1月に来ちゃいます。はい。なので、スピちゃんの、まあ、関東予選かどっかわかんないですけど、1000以内に入ること。で、初のリボンをゲットすること。これが僕の一つ目標です。はい。で、スピーリーグが多分今年あるのかな。多分あると思うんだけど、そこで、まず間違いなくリボンは絶対取るっていうことと、あと、できれば、500位以内のに入りたいから、500、100とかそこら辺に入りたいかなと思ってます。はい。で、あとはね、やっぱり動画作り、編集をもっと勉強して、やっぱ生放送もそうですけど、今年は動画生放送の二刀流、去年はね、8月ぐらいから生放送始めたんで、まだ生放送始めて3ヶ月、4ヶ月ぐらいだったんですけど、今年はもう1年通して動画と生放送、頑張っていきたいと思います。で、動画の広告収入で、自分にご褒美買ってあげたいです。自分にご褒美買ってあげたいなって思います。はい、そんな感じですね。今年の目標はこんな感じでございます。ということで、今年の1月、ベストナインタイトルホルダー、OB 第4弾で誰取るのベストナインのタイトルホルダーがやっぱり今月の目玉かなと思うんですよ。SP3900 で出るということで、リーグガチ勢の方は確実にここで取りに行くんじゃないかな。まあ、なんでかっていうと、プラス100、スピリッツがプラス100になるんで、リーグもその分、スピリッツが上がっていくと。だからまた覇王がね、厳しくなるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、僕はね、まあ、正直、あんまり、リーグはガチってないんですよ。まあ、なんでかっていうと、リーグって、やっぱお金かけないと本当に厳しいんですよね。例えば称号をつけるのに何万かけたりってする人がまあいるわけで、じゃあ今の僕 その財力、経済力でいけるかっていうとできないんですよ。リーグガチりたいけどガチれないんです。そこはもうやっぱり経済力がないから、まあリーグに関してはそんなにガチになれないんで、
ベストナインのタイトルホルダーもそこまで、ガチャ引こうかなっては思ってないです、うん、ただまあ柳田選手か坂本選手は欲しいなと思ってます。去年はねベストナインのタイトルホルダーの第1弾で坂本選手累計でゲットしたんで、あれはマジで神だったんですよね。で無課金役は鈴木誠也さんっていうめちゃめちゃ神ってる累計だったんで、まあ、今年もちょっとね狙いに行こうかなと思っております。で OB 第4弾ですよ。 OB 第4弾がじゃあどういう形式で来るのか。そう、ね、僕ね OB 第4弾は多分確定が30連だけで来るんじゃないかと思って、2弾連続で60連ってあるかな。2弾連続、OB 第3弾が60連だったじゃないですか、年末のちょっと前ぐらいやって、で田中将大セレクションで、で OB 第4弾、じゃあ何になるか、多分僕は30連なのかなと思ってるんですよね、まあ、もしかしたら60連かもしれないけど。でじゃあ今欲しい選手誰ですかって言われたら、もうねいないですよ正直。キャッチャー古田さんで確定だし、ファースト落合さん、セカンドは山田哲人さん、でサードは、中村のりさん、ランキングで取りましたね。でショートは源田さんからの中地ですよね。でレフトは筒でしょ、筒子さんでしょ、でセンターギータでしょ、でライト大谷君でしょ、で DH バースでしょ。だからもう野手は本当もうつける隙がないんですよね。もうスピー3800だともう埋まってるんで、で代打も田村さんいるし、あと村上君もいるし、なんかあるよね、さっき言ったし、あのキャッチャー森さんもいるし、正直ねもういらないですよね。打者はもう特に欲しい選手いないです、はい。でじゃあピッチャーどうかって言われると、先発が1枚ちょっと、今荒垣さんの A 使ってるんですけど、やっぱ厳しいかなと思ってるんで、まあ、荒垣さんに代わる誰かを、まあ欲しいなと。まあそれが外小馬さんになるのか。外小馬さんだったらもう絶対欲しいですよね。で、中継ぎはじゃあ誰かっていうと、中継ぎももう豊富なんで、あんまいらないですよね。で、抑えも、赤堀さんと、大魔神がいるんで、正直もうね揃ってます、はい、揃ってますね、うん。なのであと先発枠1枚、ここが本当の最後のピースなんですよ。今まで古田さんが最後のピースだったんですよ。先発1枠が本当の最後のピースで、外小馬さんで埋めようかなと思っております。ただ外小馬さんって確定で来るかな、なんかランキングな気もするんだよな。だから外小馬さんだったらランキング走る価値はめちゃめちゃあります、はい。あの 年越しねルーム戦見ていただいた方は分かると思うんですけど、まあ外小馬さんに苦労したんで、2021年最後の、ルーム戦リアタイは、外小馬さんに負けるという、まあ、一本もヒットほぼ打てないっていう、負け方したんで、外小馬さんやっぱ欲しくなりましたあれ。なので外小馬さんをゲットしに行こうかなと。ベストナインのタイトルホルダーはちょっとスルーして、 OB 第4弾で外小馬さん来るかな、うん、まあ、30連だったら来そうな感じするんで、そこでゲットしに行きたいなと思っております、はい。てな感じですね、今月、1月ですけど、まあそんな感じかな。ベストナインのタイトルホルダーと、あとなんかバトスタに代わるウルトラだっけ、なんかあれのも出てくると思うんですけど、まあでもスピ3800の通常選手ってもうみんないらないし、もう通常選手ならスピ3900だもんね。だからまあそんな感じかなと思っております、はい。ということでね、2022年も、皆さん、面白い動画作りしていきます、面白い生放送も、していきたいと思います。でルーム戦、ランク戦、まあ、リアタイの生放送をもっと増やしていこうかなと思っております。まあ、もちろん累計回収とかもやるんですけど、あと試練育成とかの雑談生放送もやるんですけど、ちょっとリアタイもっと強くなりたいなと思ったんで、ぜひとも、また今年、大晦日まで突っ走りますんで、ぜひともよろしくお願いします。ということでね、2022年、皆様にとっていい年になりますように、そして
私大野高弘にとっていい年になりますようにということで、皆さん、最後までお付き合いいただいてありがとうございました。皆さんお正月楽しんでください。